じゃーん、タレルフィットニアさんです。この子タレるタイプの中ではかなり長い方です。存在感あります。でこうやって近くで見るとですね、この葉っぱの裏側のフェイク感結構気になると思います。でこの茎もちょっと緑、明るい緑でテカテカしてる感じも気になると思うんですけど、こう少し離れれば私は気になりません。やっぱこのフィットニアのこの葉っぱの模様、私は大好きです。でとここの部分、針金が入ってるのでグッと曲げることができるので、引っ掛けるときにはこうやって曲げてあげてください。でここも取れちゃった、ワイヤーが入っているので広げてあげてください。でちょっとボリューム、全体的にそこまでボリュームはないんですけど、少し広げてあげることでちょっとボリューム出ます。この子はですね、ボリュームよりな長さが特徴的かな。で私がこう好きなポイントがですね、好きというか飾りやすいポイントが、ここの根元がちょっとボリューミーなんです。ボリューミーなんです。なのでこう根元がボリューミーじゃない普通の子よりも飾りやすいんですよ。なぜかというとですね、こうやって飾った時に普通の子だとここが結構ペタンって、こういう風にペタンってなっちゃうんですけど、この子はボリュームがあることでちょっと立ち上がってくれるので、これだけでめっちゃ可愛いんです。こう全体的にボリュームが、ここがそんなボリュームなくてもここがボリューミーなことで全体的にすごくこう存在感あって、まあ、ボリューム言ってますけどボリューミーに見えます。めっちゃ可愛いんですよ。で、まあ、こうやって入れ物に入れてあげても可愛いんですけど、もうほんと軽いのでこうちょっと引っ掛ける部分、今小指を引っ掛けますけど、ちょっと引っ掛ける部分があればもうすぐ引っ掛かるのでですね。であとはこうカゴに上から垂らすだけじゃなくて、ちょっとこういう感じでこうなんかダラランと やってあげたりとか、こういう場所にこうちょっと置いて垂らすっていうのも可愛いです。こう本棚だったり、あとこういうところに少し引っ掛けて雑貨かなんかと一緒に飾る、とてもおすすめのタレルフィットニアちゃんでした。とにかく長い、そしてここがボリューミー、フィットニアちゃんでした。